新規グリーンバス株式会社は、新規バスの子会社。乗り合いバス、貸切バスの運行、自家用バスの運転保守管理及び旅行代理業を営む。新規バスの路線網から、兵庫県神崎郡神崎町、大川地町及び町来郡育野町の事業を分離し、それまでの族が営業所を引き継ぐ形で1997年10月1日に設立された。 本社は、兵庫県神崎郡上川町中村39-1。2009年7月1日より、篠山市、丹波市地域の新規バス、三田営業所篠山出張所。2012年10月1日より、西脇市、高町地域の新規バス西脇営業所の路線を、それぞれ譲り受けして、自社路線となった。このため3営業エリアはそれぞれ独立しており、 これらを結ぶ路線は運行されていない。また、新規バスから姫路営業所法上出張所の管理を受託している。うちは営業所、出張社の略号を。柏原新町バステーマへ。2021年4月1日開設。上川町内、麻子市内上川町内は全路線が、上川町コミュニティバスとして一乗車200円均一で運行されており。 つ日乗り放リパスポートも400円で販売されている。親会社である新規バスは福崎駅前、神崎総合病院、俗画の系統で新規グリーンバスと接続していたが2010年末で運行を休止している。市川町コミュニティバス全路線が市川町コミュニティバスとして一乗車100円均一で運行されている。神崎総合病院鶴井神崎。 関治駅市川町役場川内口付リフレッシュパーク市川川内口神崎総合病院鶴井神崎公民館関治駅市川町役場魚州坂下朝の法運事故のほか、将来市よりコミュニティバスアコバスの一部路線の運行を受託している。詳細は当該港を参照。新規バス西脇営業所を参照。現行路線公開堂前橋邸に停車中の。 清水寺駅この他に、丹波笹山市より、コミュニティバス、コミバスハートランの運行を受託、篠山エリア臨時バスや悲願、ボン、大型連休、年末年始に運行される、柏原駅市制駅、関西記念望遠急行バスも担当している。廃止路線新規バスは2006年に IC カード、乗車券、ニコパが導入されたが、新規グリーンバスではこれまで導入が見送られた。 しかし、戦術の通り2009年7月に、篠山市、丹波市地域路線が、2012年10月に、西脇市、高町地域路線が、それぞれ本体から同社に異されたことに伴って、ニコパが利用できるようになった。なお、俗が営業所管内では、ニコパ、アイコカなどの IC カード乗車券は一切、使用できない。ウエスト新規国税庁法人番号。 公表サイトハット AB、西脇市、高町、およびその周辺地区発着の一部新規バス路線を、平成24年10月1日より、新規グリーンバスが運行いたします。新規バス、2013年3月16日へ閲覧。AB 丹波笹山市のスクールバス根性で、運行される。丹波市公共交通ガイドテクテク丹波、二千十九年五月、発行臨時号。 丹波市 HP2019 年7月25日閲覧60年、あまりのバス路線廃止住民ら感謝と別れ、ウェイバックマシン神戸新聞ネクスト2 0 1 8年3月31日2018年5月24日、閲覧市の山市、丹波市地域の新規バス路線を7月1日より新規グリーンバスが運行いたします。ありがとうございます。